皆さんこんにちは。相棒でも有名な俳優の水谷豊さん。水谷豊が離婚といわれる真相と豪邸売却といわれる真相や娘趣里が極秘結婚男性の正体について紹介します。まずは水谷豊さんの経歴とプロフィールから紹介します。水谷豊は日本の俳優、歌手、映画監督、実業家です。トゥリサムブラザース LLC 合同会社代表社員です。北海道芦別市出身です。トライサム所属です。妻は伊藤蘭、長女は朱里です。身長168cm、体重 60kg、 血液型は A 型です。1965年、12歳の時演劇に興味を持ち劇団ひまわりへ入団します。1967年、同じ劇団ひまわりの江木俊夫主演のマグマ大使第9話に守の同級生役として出演します。これにて俳優デビューします。1968年、フジテレビのヴァンパイアンのオーディションを受け主役に抜擢されます。第1話では原作者手塚治虫との共演を果たしています。1970年にはその人は女教師で映画デビューを果たします。しかし小さな箱に入るという目的を達成し、高校入学後に自分にはもっとあった世界があると思っていたことと大学受験も考えていたため、劇団ひまわりを退団し一度芝居をやめました。その後東京商船大学、現東京海洋大学、受験に失敗し、働きながら浪人生活を始めるが、ある時にこんなことやっていてもいいのかという気持ちに強烈に襲われ、来年もう一度受けると言ってもそれまで自分のこの状態じゃ持たないと思い、発作的に2ヶ月ほど家出をしました。その際初めは行く当てもなかったため、家の近所の公園の滑り台の上で野宿していたといいます。その後山梨県山中湖までたどり着き、湖畔のレストハウスで2ヶ月間働きます。水谷豊さんは女優のミッキー・マッケンジーさんと結婚していたことがあります。マッケンジーさんは映画怒りの固定怪獣ネッシーの大逆襲などに出演した元ハリウッド女優です。ハリウッド女優との結婚ということで当時は多くの注目を集めました。交際のきっかけとなったのは1979年のテレビドラマ熱中時代刑事編。熱中時代シリーズは水谷さんが大きくブレイクした作品としても有名です。オープニング主題歌カリフォルニアコネクションも水谷さんが担当しており、当時は大ヒットしました。この共演で距離を縮めた2人は1982年に結婚でした。ハワイで挙式を挙げています。劇中で結婚していた2人が本当に結婚するということで、ファンはとても盛り上がったようです。2021年に星野源さんと新垣結衣さんが結婚した際は、水谷さんとマッケンジーさんを思い浮かべる人が続出しました。水谷さんとマッケンジーさんの場合は国際結婚だったことも話題になったポイントです。芸能人の国際結婚といえば、ジョン・レノンさんと小野陽子さん、布施明さんとオリビア八世さんなどが有名ですが、日本人同士の結婚よりもハードルは高いはず。それを乗り越えて結婚した2人は多くの人から祝福されました。ちなみに結婚後の夫婦の共演作はなく、熱中時代刑事編が最初で最後の共演となっています。マッケンジーさんは結婚後はあまり芸能活動をしていないようなので、主婦として家事に専念していたのかもしれません。結婚後も仲睦まじい様子が報道されるなど、お似合いの夫婦として話題になっていた水谷さんとマッケンジーさんですが、その結婚生活は長く続かず、1986年に離婚が報じられました。半年ですぐ不仲になり、東京とロサンゼルスで別居していたという噂もあります。当時公表された離婚の理由は性格の不一致です。お互いの性格を知った上で結婚していたはずですが、実際に一緒に暮らしてみると合わない部分が多く見つかったのでしょう。熱中時代シリーズのヒットで大きく飛躍した水谷さんはかなり忙しい時期だったと思われるため、すれ違いが多かったのかもしれません。慣れない異国での生活にストレスをためたマッケンジーさんと頻繁に衝突をしていた可能性もあります。また子供を失ったことも2人の心が離れる要因の一つになったようです。マッケンジーさんはアイコンも私は熱中時代という本の中で水谷さんとの子供を流産したことについて語っています。
ちなみに離婚後のマッケンジーさんはプロゴルファーを経てインストラクターとして活躍。ゴルフを通じて出会ったアメリカ人の一般男性と再婚しています。その後はテレビドラマアンちゃん、事件記者チャボなどで共演した元キャンディーズの伊藤蘭さんと交際しました。1989年に結婚を発表しました。もともとキャンディーズの大ファンだった水谷さんは、雑誌の仕事で一緒になった際、思い切って握手をお願いしたそうです。その出来事が交際のきっかけになったのだとか。女優の趣里さんは、1990年に伊藤さんとの間に生まれた長女になります。趣里さんは4歳から井上バレエ団にてクラシックバレエを習い始め、6歳で初舞台、小学5年生の時にくるみ割り人形で主人公クララに抜擢されました。中学卒業後、都内のインターナショナルスクールに3ヶ月通いイギリスに留学ですが、17歳の時アキレス腱断裂、足首の剥離骨折の怪我をしバレエを断念します。バレエ一筋だった趣里さんにとって辛い日々が続いたそうですが、演劇に出会ったことで前を向けたようです。もともと演劇の面白さは感じていたそうですが、塩谷俊さんのアクターズクリニックに通い始め演技に目覚めます。2011年3月に3年 B 組金八先生スペシャルドラマで女優デビューを果たしました。2023年9月現在、趣里さんは結婚歴はなく、旦那、夫はいません。30歳の時のインタビューでは、最近は母親役も増えてきました。でも結婚願望はまだないですね。まずは自分がもうちょっと頑張らなければと思っているからかもしれませんとおっしゃっているので、今は結婚よりも仕事と思っているようですね。また親友の前田敦子さんには、仕事以外何もしてないもんねと言われるくらいストイックで仕事が大好きなようです。趣里さんの好きなタイプは、ユーモアがあって話していて楽しい人、自分のことを引っ張ってくれる人、自分のことを分かってくれる人です。また何が面白いのかわからないことで爆笑していると魅力を感じる。裏方の方々が必死に走り回っている姿はにはときめきますとおっしゃっていました。別のインタビューでは、春はいつ来るのって、どうしたらっていうか、どういう人がいいですかって聞かれるじゃない、それすらわからない、趣里さん自身どんな人がタイプというより感覚で好きになった人が好きなのかもしれませんね。芸能生活40周年記念を迎えた水谷豊が長年暮らした豪邸を売却すると言います。世田谷区にある約110坪の土地に立つ白い壁の西洋風の建物、浴室が2つあり、水谷本人も設計に関わったそうです。時価約3億円だとか、それを現在売りに出しているようです。70年代後半に傷だらけの天使や熱中時代で一時代を築き、相棒で再ブレイクした水谷。今年18歳になる長女が小学生の頃に住みしめたこの家には、いろんな思い出も詰まっているはず。さぞかし儲かっているだろうと思われる彼に何かあったのだろうか。もちろん金に困っているわけではありません。豪邸売却と同時に港区など都心の高級マンションを探していたようです。世田谷を引き払ってさらに利便性の高い物件に引っ越すということです。その背景には娘の親離れがあったようです。高校進学後、本格的なバレエのレッスンを受けるために英国に留学中。そのため現在は伊藤蘭と夫婦2人だけの生活なんです。残された熟年夫婦には豪邸は広すぎるということでしょう。しかも水谷が再ブレイクし多忙になったため、より利便性の高い都心に移住したというわけです。水谷はここ10年は仕事に頑張ると意欲満々だそうですから、近所の住民には水谷の評判はすこぶる良かったと言います。芸能人ぶったところは全然なく、礼儀正しい。引っ越ししの際も周囲の住民には挨拶したそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。